ってなるよ。ああそうなんですか。うん、ただ書いてないだから。ああ、うん、とりあえず見させてもらってもいいですか。いいよ、はい、スクッパーだ。うん、はい、どうぞ。おお、少し車庫で事務所やったよ。ああそうなんです。ああ、はははは、な、鍋するんですね、これ。よっ、飲みたら。それでこれ。おお、すごいですね。それじゃ一品一枚です。あ、そんな。ああ、こういう感じでいいよ。あ、ほんまですね。そんなに。あ、こんにちは。よいしょ。まあ、今日はちょっと困っとるけな。あ、わかりました。じゃあ、違うんで、はい、ちょっと楽しみにします。あ、そうなんですよ。うん、あ、うん、とりあえずちょっと、まあ、まだみたいな書いてある。あ、もう分かってる人はもうその特別メニュー、うん、あの私のメニューちょうだいっていうか、ね、いつものメニュー食べたいんだけど、見させてもらってもいいですか。いいよ、はい、スクッパーは。あ、いいですか。ちょっといっぱいあるわ。あ、今でもいいですか。おるよ。もうちょいできる。メダカがやっぱいいんですか。メダカはね、手間がいらんて。ああ、楽なんですね。今これ見たら、ここ親だけど、ここ親、すごい綺麗な、これ、これ、これ見てね、これ全部ここかで、あ、ちっちゃい、おー、かわ、あ、ちっちゃいですね。なあ、これで生まれてまだ1週間ほど、2週間ほう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 、ずっとだんだん大きなるけどな、だんだんここ、これも、どうしてもこれな。これだって送られたろな、このくらいだろ。あ、な、白いやつと黒いやつもいい、うん、黒もあるよ、ブラックダイヤやつもあるし。あ、そうなんですね。一匹一万円です。あ、そんなにないよ。あ、一本一本これ見に、あ、ほんまですね、そんなにたくさんいますね。これ200匹ぐらい。おー、なく、なく、あー、おー、おー、おー、来てますね。で、まあ、お好み焼きとかもこの全部もう20個合わせてっていう。お好み焼き6枚あげる。あ、もう全部一人で。そうだ、一人で。一人でこう19年目だと。あ、もうなんですよ、すごいですね、一人で全部もう。だっていっぺんに今3つぐらいは鍋して、こうして、焼かれて、いっぺん3つぐらい。あ、3つでもこっちだったよ。まあ、そういうことや。なるほど、全力でもう。隣の店舗は立ったりですね、一から。あ、そうなんですか。焼き肉店舗はな、あ、一からだった。自分で。あ、立てて。山行って、木切ってもらって、あ、で持って帰って、皮むいて、あ、干して、1ヶ月半干して、ちょっとひびが入ってから、こう、な、閉めて。あ、レモン取ってる。あ、トン、カンカン。レモン出る。あ、少し、車庫と事務所やったんで。あ、そうなんです。ここが。ここ車庫。ここ事務所。え、ちょっと見ていいですか。あ、あ、ここは車庫だったんですね。車庫でも、うん、まあ、ここはあるな。ここは言うけど、ここは鍋こっちなんですよ。ああ、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 鍋するんですよ、これ。よ、ああ、個室みたいな感じ。ああ、から、すごいですね。おお、すごいですね。それじゃ、最近そのことよりやけど、お前いかにせや、お前。食べようかなと。いや、ちょっとね、普通の店じゃないけどね。ああ、はい、ちょっと変わってほしいわ。お話ちょっと変わってほしいのは自分で言うのもおかしいよ。おかしいぞ、山の話が。
じゃあそれ言っときますわ。わかりました。ヒルゼン焼きそばでお願いします。はい。多分あるんですか。あ、あります、あります。うちはさ、ここはさ、値段入らんから。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっといただきます。まあ、大丈夫、きれいにいろんなものあってな。うん、あ、うまいですね、これ。高そう。高そう、高そう。おお。あ、味がしっかりしてます。しっかり、いや、あんまり力で食べるよな。うん、でいいよね、お酒に合う。そうそう、このうまみがあるな。うん、まみ、ほんと味して、だから、うちの調理だった。これ買ったもんじゃない、まあ、何でもするけど、まあ、ダメだったよ。な、これで燃えたもんは、な、やだ、どうですか。ええー、だったこれは大根の佃煮、キュウの佃煮、これは水キムチ、僕の全部オリジナル。そうそう、これでも大根。あ、美味しいです。絶対ない。すごい美味しいですね。ちょっと違う系な。違いますね。そうでもない、そうでもないな。うん。これだし焼きそばね。あ。うん。だけど何でもあるんです。ご飯でもあるし何でもある。確かに。これをな、上生卵でかけてな、丼ぶりうまいぞ。焼きそば丼ぶりうまいぞ。すいません、あのなんか。水餃子鍋注文してもいいですか。なんか全部食べれそうな気がするんで。うんうん、水餃子鍋、はい、お願いします。うん。これで食べたいです。あ、はい。はい、どうぞ。おはい、うん、あ、いい味しますね。わかろう。はい、はい、これが大事だろうな。堪能するよ。うん、いい味してますね。まあ、いい味してますね。はい。分厚くただけで食えていいな。うん。優しい感じで。うん。これ700円。700円。大体満足いくな。うん。これいいね。ブラックペッパーが本当にちょうどいいピリ辛というか。それがすぐだけな。はい、確かに。それ食べたい。モーニングメニュー。うん、それで一人もうあの予約してな。来るのもいいだな。え、もうそれはもう知ってる人だけの。もういつも、うん、あと常連の。うん。だけどそういう時にはまだ考え前もってな。ああ。暇かけな。うん。暇かけ。前もっとするだろうな。焼肉もこうするでな。ほぉー。焼肉もな。あ、焼肉もできるんですか。うん、ある向こうには。あ、すぐじゃ、炭火焼き。あ、これも予約、焼肉も予約ですか。一応予約ではできるが。うん。あ、準備が。うん、
山賊揚げ、うん、山賊揚げ、これはめちゃくちゃうまい。もう 丸焼きみたいな感じじゃあ、まあ骨付けるってできるからな、うんうん、まあ鶏のももだけどな、できる、全然これ揚げて切ったこれ唐揚げと違うけな、あ、うん、すごい美味しそうな、めちゃうまいよこれ、はい、はい、よいしょ、というわけでごちそうさまでした。すごいおしゃべり上手な、大将でございました。もう最初からインパクトがありすぎてびっくりしましたけども、やりたいことを突き通す、人生を突き通すみたいな感じの大将、なんか結構バイブスをもらったような感じです。で、まあ、本当に食べた人にしかわからないような、なんかなんかいろいろ考えさせられるような、ね、ネタです。簡単には物語れない、表せないあれですね。ヒルゼン焼きそばも出汁が特徴的な焼きそばということで、なんかお酒がね飲みたくなるような、そんな焼きそば、そして水餃子鍋、ぜひ皆さん行ってみてください。というわけで今日は蒜山からお送りいたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。